エウジェーニをアルフォンソカルロマリア・ジュゼッペディ・サボヤ・ジェノバは、イタリア王国の王族、海軍軍人。サボヤ・ジェノバ家の最後の当主。第2代ジェノバ公トンマーゾとその妻のバイエルン王女、イザベラの間の4男、末息子として、トリノに生まれ、1906年5月31日に、アンコーナ公の儀礼称号を授けられた。百三十八年十月二十九日に、 ミュンヘンのニンフェンブルク宮殿において、両シチリア王家家長、カラブリア公、フェルディナンドピュースの娘で、母方の登園にあたるルーチアと結婚し、間に一人娘のマリーアイザベッラを設けた。1946年に王政が廃止されると、王族の身分を失ったエウジェニオは、家族を連れて、ブラジルに移住し、農場を経営した。1990年に、 ジェノバ家の当主だった兄フィリベルトが子供のないまま死んだとき、すぐ上の任意アーダルベルトは生涯独身のまま1982年に死去していたため、エウジェーニオが家督を引き継いだ。1996年に後継ぎのないママサンパウロで亡くなると、ジェノバ家は断絶した。2006年、エウジェーニオとつまるうちの遺界はサボイアケ歴代の墓所である。 鳥の郊外のスペルガ聖堂に収められた。ありがとうございます。